はいはい、皆さんどうもおはようございます。パクサヤレンでございます。ここは秋の終わりの日曜日、 JR 東日本赤羽です。今次の出発発車表に出てますけども、9時10分発特別急行草津31号長野原草津口行きが一番先の出発となっています。この特急草津号は草津温泉や島温泉、伊香保温泉といった群馬県の有名な温泉地へ向かう観光客を運ぶための、まあ、観光特急という意味が強いんですけども、今回はこれで草津とかそっちの方に行くわけではありません。途中の新前橋で降りまして、そこから両毛線に乗り換え前橋方面に向かいます。ちょうどやってきました上野駅を9時ちょうどに出発してきました。特別急行草津31号長野原草津口行きの到着です。もともとこの車両、これ651系の1000番台というんですが、この車両はかつて1989年に常磐線特急スーパー日立号としてデビューし、そしてその後しばらく、だいたい20年ぐらいかな、ずっと常磐線特急で活躍していたんですけども、その後新型の E657系が登場したことにより常磐線を追われ、現在では高直流に対応していたのが直流にしか対応できなくなって改版され1000番台と名乗っております。昔はねタキシードボディのすごいやつとか言って、白一色のすごいピカピカな車体だったんですが、この高崎線特急に引っ越してからは窓の下に1本のオレンジ色のラインが入るようになりました。今回は自由席を利用しますが、自由席の乗車率はだいたい4割ぐらいでしたかね。時間通り9時10分に赤羽駅4番線を出発です。この先終点長野原草津口まで、浦和、大宮、熊谷、高崎、新前橋、渋川、中之条、終点長野原草津口の順番に停車していきます。終点まで乗り通すとね、それなりに結構運賃料金取ってしまうんですが、ただ、駅ネット特ダネ30だったかな、14日前までに予約すると結構ね、安い値段でこの特急草津号を利用することができますんで、そうするとかなり割安な値段で草津温泉まで行くことができます。この特急651系については、常磐線時代からずっと走っていたんですけども、しかし常磐線からこの高崎線に転身するにあたり、それなりに機器更新とかはね、やったんですが、しかし車内がほとんどリニューアルされたということはなく、ほとんど常磐線特急として活躍していた時代のその雰囲気がそのまま残されています。赤羽を出発してすぐに渡ります。こちらの川が荒川です。荒川を渡って列車は東京都から埼玉県に入ります。東京都北区から埼玉県、こちら川口市、駅周辺にたくさんのタワーマンションが建っている埼玉の武蔵小杉です。さて651系はね、5月にスワロー赤城乗りましたけど、それ以来の登場ということで座席のご紹介。リクライニングはかなり深く倒れます。これね、最近の JR の東日本の特急ってそんなにねリクライニング倒れない傾向が強いんですけど、でもねこの651系は無駄に倒れるんですね。このボタン式なんですけど、めちゃくちゃ倒れてくれます。本当にこれは素晴らしい。座席もふかふかで、東日本の特急の普通車でここまでね快適性に優れている車両っていうのは他にないと思います。それから足元は最近のね E353 系とか E657 系みたいに足元がめちゃくちゃ広いというわけではありませんが、しかしこの暖房の箱のところに若干の切れ込みがあって、ここに足を突っ込めば多少足を伸ばすことができます。185系の7両編成みたいな感じですよね。それから前の座席のポケットには駅ネットの広告が入っているほか、こちらの座席についてもしっかり引き出すことができまして、このね、テーブルの厚さがやっぱり現在の E353 系とか E657 系と比べると厚くて、ちょっと重厚感があってね、頼りがいがある、そんな感じがします。それから座席もこんな感じ、めちゃくちゃ分厚いですよね。もうなんか甲子園 1.5 冊分ぐらいあるんじゃないか、もうそれぐらいの非常に分厚い重厚感のある座席が普通車でも並びます。グリーン車になるとね、もっとすごいんですけど、まあグリーン車はまた今度別の機会にご紹介したいと思います。それからこのカーテンなんですが、カーテンはこれ上から下ろしてくるブラインド式のものではなく、横引きのカーテンタイプのものとなっておりますので、窓は2列で共用、2列で1つの窓を共有する、これ2連続窓つったかな、そういうものなんですけども、これのおかげで眺望性もバッチリです。さて今回特急草津号に赤羽から新前橋まで乗ってるわけですが、この赤羽から新前橋っていうこの区間が大事です。もちろんね、これは他にも赤羽から高崎とか、それから大宮から渋川とか、そういったところでもこの特急草津号を快適にお得に利用することができます。この赤羽新前橋間っていうのは営業キロ数が99キロとかそれぐらいになっていまして、その区間では100キロまでの自由席特急料金が適用され、950円でこの区間特急に乗ることができます。JR 東日本に限らず、 JR の自由席特急料金っていうのは基本的に50キロまでで520円、100キロまでが950円、150キロまでが1360円みたいな、そんな感じで上がっていくんですけども、この赤羽新前橋間というギリギリ100キロに届かないところで特急列車に乗車すると、100キロまでの特急料金であります950円
円が適用されますので、ギリギリね、最大限この特急草津号に安い金額で長い距離乗ることができるわけです。これがね、例えば特急湘南号で言えば、あの東京大船間だったら50キロ切ってますんで、特急料金は760円なんですけど、それが東京藤沢間になると一気に特急料金が1020円まで値上がるということになるわけです。これ結構大きいですよね。ですから例えばこれでね、上野から新前橋とかやると一気に特急料金が950円から1360円に400円ぐらいかな値上がりますんで、これはやっぱりね、あ、赤羽新前橋って乗った方がお得なのかなという感じがしますよね。反対側には上野行きの特急別急行赤木号もやってきました。赤木号はね、あっちはあの観光特急というよりも通勤特急の意味合いが強いんですが、自由席中心の列車となっておりまして、あちらも次の停車駅は浦和、今ここ浦和なんですけど、次の停車駅赤羽で降りれば自由席特急料金は、新前橋から、多分あれはでも高崎から来てるのかな、高崎赤羽間で950円ということになっていて、新幹線で、赤羽から上野から高崎とかね、大宮から高崎まで移動するよりも圧倒的に安く、しかし所要時間はまあ大して変わらず、新幹線の倍はいきませんけど、まあ、1.5 倍か6倍か、それぐらいの時間で行ってしまいますから、特急草津号、それから特急赤木号の利用価値というのはこの辺りでは非常に高くなっています。列車は大宮に到着。この大宮からさらにゾロゾロゾロと乗ってきまして、この大宮からの場合は渋川まで行くとギリギリ100キロを切りますので、確か94、5キロとかそれぐらいだったんじゃないかな。ですからこの大宮から乗車する場合には渋川で降りると、つまり大宮から伊香本線にお出かけする場合には自由席に乗ると950円で特急列車に乗ることができるということで、ここもね、非常にお得な区間として知られています。他には東海道線の東京湯河原とか、それから品川熱海、あとは中央本線の立川甲府なんかもね、同じように営業キロ数が100キロを切ってますので、それらの区間では現在では全車指定席の特急しか運行はされておりませんので、特急料金が1020円になるわけですけども、そういったところで特急列車に1020円課金するだけで乗ることができるようになるわけです。でしかもこの区間では、だいたい特にあの高崎線とか東海道線ではそうなんですけども、あの普通列車グリーン車というものが連結されております。そして普通列車グリーン車というのは基本的にあの50キロまでと50キロからで料金が2つの形態に分かれておりまして、50キロまでであれば確か土日の料金は580円で、そして51キロ以上はどこまで乗っても800円均一ということになっています。ですから例えば赤羽から新前橋まで、高崎線の普通列車グリーン車に乗るともちろん800円になるわけですけども、それに150円追加するだけで普通列車グリーン車と同等の設備のまま速達性を手に入れることができると。150円でね、速達性が手に入るんだったらそれはみんな150円払うよなという感じなんですが、まあ、実際にね、結構そういう区間も多くあります。まだ自由席が生きている時代の東海道線の特急列車おとりこ号なども同じような感じで、品川から熱海までね、行こうという時に平日は普通列車グリーン1000円、土曜休日は同じく普通列車グリーン800円で乗ることができますが、しかし一方自由席特急料金については平日でも土曜休日でも値段変わりませんので、平日の場合は普通列車用グリーン車よりも特急の自由席の方が安いという、まあ、そういった逆転現象も発生しています。それは現在高崎線においても同じでして、高崎線でも例えば赤羽から新前橋まで平日に普通列車グリーン車を利用すると料金が事前料金で1000円、しかし特急草津号に乗るとその同じ区間が950円で移動することができるということで、なんと特急に乗った方が50円安いという謎の現象が発生するんですね。もうこれはね、特急に乗るしか選択肢はありません。皆さんもぜひね、あの特急草津号を有効活用されてみてください。ちなみに本日はそろそろね、すれ違うはずなんですけど、ちょうど来ましたね。こちらクラブツーリズム主催の旧型客車で行く両毛線ツアーみたいなやつがちょうど今日行われておりまして、それの熊谷駅への送り込み回送と今ちょうどすれ違ったところ、あんな感じでね、電気機関車2両で旧型客車4両をサンドイッチする走行というのはもう現在ではほとんど見られませんので、非常にレアな景色です。さて向こうの方には今多分ちょうどね、高崎線の本庄とかその辺を走ってるんじゃないかなと思うんですけども、縄文三山の一つ赤城山が向こうに見えてきました。あれが見えるとね、ああ群馬に来たなという感じがします。そしてここで神奈川渡り、神が流れる川とうちのチャンネルでも散々ご紹介していますが、この川を渡って列車は埼玉県から群馬県へ入ります。あともう少しで高崎に到着します。列車は群馬県庁所在地とついつい言いたくなってしまう群馬県で最大の町、高崎に到着です。上越新幹線と北陸新幹線が分岐する結構重要な町。この高崎が一応群馬県では一番人口の多い町ということになっておりまして、鉄道もこの高崎を中心に群馬県の各方面、それから首都圏の各方面へ伸びていきます。ですからね、この高崎の方がどっちかというと県庁所在地の前橋よりも重要な町であるという意味合いが強く、多分ね、前橋よりも高崎の方がこの群馬県に支社を置いている会社は多いんじゃないでしょうか。実際にはよくわかりませんけどね。
列車は高崎を出発しまして、今ちょうど隣に、ね、なんか変な 211系が止まってますけど、これはなんか群馬県のそのなんか両毛線沿線の桐生だったかな、なんかその辺の伝統工芸品の PR のために1編成だけ作られたラッピング電車で、何も両毛線だけではなく、この群馬エリアの例えば信越本線とか、それから赤妻線、上越線などでも運行され、長野原草津口とか水上に行くということも結構あるんだそうです。ちなみに今回は横川行きでした。まもなく新前橋です。4番線到着、お出口は右側です。両毛線をご利用のお客様、3番線の列車ご利用ください。ご乗車の列車、吾妻線へ参ります。東京草津31号長野原草津口行きです。新前橋を出ますと次は渋川に停車をいたします。まもなく新前橋です。4番線到着です。お出口は右側です。赤羽を出てから1時間と20分ほどかけまして、今回の目的地、目的地ではないんですけどね、ここからまた両毛線に乗り換えるわけですから目的地ではないんですけども、今回下車します新前橋に列車到着です。この新前橋で乗務員交代があるみたいですね。車掌さんが2人待ってましたけど、多分車掌さんは2人じゃなくて、多分新人の車掌さんとそれから指導車掌さんの2人なんだろうな。側面は特急自由席草津長野原札口ということで、この国鉄の墨丸ゴシックって言うんですかね、こういう昔ながらのフォントが現在でも使われているこの 651系、 なんか、ね、もうそろそろもう30年以上デビューから経ってますんで置き換えられるのではないかという噂も立っていなくはないんですけども、仙台の185系同様高崎線のエースとして君臨しておりますんで、個人的にはねこの651系がもっともっと長い間活躍してくれればいいなというふうに思っておりますが、まあずっとね活躍し続けるわけにもいかないでしょう。あと5、6年ぐらいで引退しちゃうんじゃないかなという気もしなくはありません。今回は特急草津号に安く乗れる区間を皆さんにご紹介しました。まあ、他にもね動画内で言及しましたが、赤羽高崎とか、まあ、それから大宮渋川とかそういった区間でもこの特急草津号の自由席に安く乗ることができます。観光需要だけではなくビジネス需要をね拾うにも、まあ、割といい時間で運行されている特急列車だと思います。定期列車は1日に2往復、臨時列車も含めると1日に3往復が運行されている特急草津号を皆さんもぜひ活用してみてください。ご視聴ありがとうございました。